日本の入国制限によって2週間の待機要請が始まり、中国や韓国の空港は閑散としています。それでも日本に帰国しなければならないという人からは戸惑いの声が聞かれました。こちらは日本行きの便のチェックインカウンターです。手続きは始まっていますが、ご覧の通り乗客の姿がほとんどありません。ガラガラです。 二週間待機が指示されてます。ま,まそうだね。仕方がないかなって思って。上海から日本に向かう便は多くが欠航し。運航する便も乗客は数人しかいないものもありました。また、北京首都国際空港では羽田空港に向かう直行便が。昨日まで一日三便運航されていましたが。今日からすべて運休となっています。 ソウル金浦発羽田行きの便は軒並み欠航となっています。ソウル・金浦空港発の国際線は上海行きを除いて全便欠航となり日本人客の姿は見られませんでした。